お久しぶり。はい、ということで今日は過去のイベントについて、イベントのハプニングですよね、多分。まあハプニングとか、まあこういうイベントに印象に残ってるとか、はい、まあもう長いですもんね。そうっすよね。っそり。いや、君さんの方が長いじゃないですか。何年っすか。俺10年っす、ね。10年。11、10、10ぐらいっすね。俺15っすね、多分。5年負けました。5年勝ってます。次。カバー飛ばれたとかないんで。ああ。カバー飛ばれたトークないんすか。飛ばれたことないっすね。来なかった。ないっすか。ないっすね。ないっすかね。まあ、ないんよな、やっぱ。ないんですよ。ツイッターでよく見るけどな。飛ばれたかったっすけど、ないっすね、今思えば。その時はめっちゃ嫌だけど、今となれば、一回ぐらい飛ばれてみたかった。カバー来なかったっていうの面白いっすよ、ね。あの従業員の、なんか、気使ってる顔とか見たいっすね。シャンパンタワー倒されたとかないですか。ありたかったですけどね、ないですね。あ、じゃあありましたわ、1個ありましたわ。ハプニングあった。なにあった。バースデーですよ、俺のイブだったんで、まあ営業、まあお客様を全員返してから全員でタワーするみたいな。 VIP にその時もお客さん入ってて、メインにタワーを置いてたんで、みんな返した後にまあ移動してタワーするじゃないですか。500万ぐらいのタワーだったんですよ、その時に。うわーって盛り上がって、わーって、もうなんか感動して、俺もなんか感動して、わーって。終盤でですね、終盤。はい、終盤、終盤まで行ってるっすね。終盤まで行ってますね。もう感動して、もうみんな、あーもうすげーイベントだったわみたいになって、もうみんなで V タグに戻ってきて、従業員とかみんなで、よし、じゃあこの後もうなんかアフター行こう、みんなでバーイってなって、従業員連れて行こうみたいな、もういいテンションの時に会計ですよ。金がねえ、やばっ。財布の中の金がない。まあ、財布レベルじゃないですけどね、500万。まあ、財布レベルじゃないですけど、入金するお金がねえみたいなっていうのはありましたよ。え、そうだった。どうなったんですか、それ。オチが大事。で、盗まれたんすか。盗まれましたね、完全に。あの、持ってきてたんですよ。で、その、まあ、タワー行く前まであって、タワー中に、はい、でパクられて、従業員しかいないんですよ、それは。警察呼んで、はい、で指紋取って、で、まあ警察呼んで指紋取っただけだったら、分かんないですよ、実際。その、うん、いや、脅しっすよね。そう、そう、脅しで、はい、鎌かけですよ。鎌かけて、その LINE で、まあもう指紋取って、多分誰か分かるから、今のうちだったらもう、あの被害届出さねえからって言ったら、うん、でも何もなかったんですよ、その日は、はい、家帰った時に警察署から電話が来て、あ、なんか自首してきました。やばっ。え、それ従業員ですか。従業員です。怖っ。あ、そこで言えなかったけど警察に来たんですか。そうなんです。でしかも、それが芹沢って言うんですか。芹沢って言いたかったんですけど違うんですよ。あ、違うんですね。自首してきましたね。そういうのありますよ。だいぶハプニングですよ、最初の方にもう、はい、思い出すレベルのやつっすよ。そういや、思い出す。え、すごっ。え、そっからどうなるんですか、それ。女の子で、女の子、いや、もういい、いいよみたいな。優しい、まあ優しい子じゃないですか。許してくれ。その後、その子もなんかもうみんなバレちゃったんで、その、はい、パクったって。いや、絶対バレるっすよ。で、なんかもう居づらいみたいになって、店に。でも俺はもう別にもう自首してくれたから、全然いいよって言って、お客さんも許してたんですけど、まあ、従業員に言われたりで、まあ、辞めちゃったんですよ。いやいや、まあ絶対クビにするしかないですけどね。で、その後1年後ぐらいに、まあ、ちょいちょいやり取りをしてて、戻ってこいよみたいな、はい、戻りたいですみたいなことをしてたんですけど、ふとこう連絡取れなくなって、で、その1年後ぐらいなんか電話が来て、誰々の兄ですけど、はい、お、どうしたんですか、ちょっと亡くなっちゃった。衝撃やん、それ。え、何でですか。いや、なんか別のとこで働いて、でもなんか同じことやらかしたのか、で、詰められたかなんかで、もう自殺しちゃったり。そう、思い出した、これあったわ。でも一部っすもんね、今は。はい、一部はやっぱ長いんで、イベント自体はなんか夜までってことがありますよね。それこそ、夏木さんのイベントっすよ、渋谷夏木さんのイベントで、はい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 、バースデーだったと思うんですけど、まあ朝じゃないですか。朝6時から始まって、夜中の1時までやってました。
それって、あの、店売り足りないからって言うんですか、まあ、いや、もう店売りっていうか、もう、夏木さんのテンションですよ。いやいやいや、ずっと起きてるんですか。ずっと起きてますよ。よし、夜までやるぞみたいな。それ以外に帰んないですか。帰んないですよ。帰れないですね、夏木さんのイベントなんで。みんな寝てましたけど、ね、最後の方。寝ても怒られないですか。寝たら怒られないです。すごいよな、マジで。その時、あの、渋谷さんに勝てた頃ですか。負けてました。勝ったり負けたりじゃないですか。 あそこのナンバー争い、ナンバーワン争いですか。ナンバーワン争い、すごっ。そこで働きたくはないな、俺。働きたくはないな。見てたかったっすね。まあ、俺は途中で帰ったんですけど。怒られないですか。え、怒られない。エージェント許可と。ああ、ちょっと渋谷さんエピソードも。渋谷さん、はい、聞きたいっすね。渋谷さん、ちょっと呼んでみましょう、あけみさんの力で。1000人チャンネル登録が1000人って怒られるじゃないですか。1万人とかじゃないですか。1万人1万人いったら、まあ、渋谷さんをね、呼びましょう。目標っすね、1万人って夏木さんを呼ぶのね。あと9400人。はい、9400人。夏木さん呼びたいんで、この動画を見ていいなと思ってさ、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。お疲れでした。